皆さん、こんにちは。夏美です。今日のクラスは、下腹部のぽっこりお腹にとってもおすすめのプログラムになりますので、ぜひ一緒にやってみてください。下半身のむくみや冷えが気になるっていう方にもおすすめです。それでは、お水取ってない方は、一旦動画を一時停止してもいいので、お水をしっかりと取って準備していきましょう。 呼吸から入っていきます。そしたら皆さん、両足を伸ばして、上向きになりましょう。後ろのスペース十分空いているか確認して、背中をゆっくりと倒していきます。<laughs> 上向きになりましたら、何回か呼吸をして、気持ちを落ち着かせてください。 そしたら両手頭の上万歳。気持ちよく伸びをしてから脱力しましょう。肩と肘は緩めていきます。両足を閉じて体の背まっすぐに。両膝をしっかりと曲げたらお尻を持ち上げ腰を下げていきましょう。呼吸する前にお腹の筋肉をほぐしていきます。 そしたら足は閉じたまんま、両膝を左右に小さく倒していきましょう。ゆっくりで大丈夫です。両膝を左右に小さく倒していく。<laughs> そうすると、膝が倒れた方のお尻に圧がぐーっとかかっていきます。膝が倒れた方のお尻に、 圧がぐーっとかかっていきお尻のマッサージをしていきましょうなるべく足は離さないように左右に小さく倒していきます振り幅を少しずつ大きくしていきましょう 膝が倒れた方のお尻に圧がぐーっとかかっていくんですけれどもお腹の筋肉もねじれていきますお腹の筋肉をほぐしていきましょう呼吸は自然ですさらに振り幅を大きくしていくと今度は肋骨周りの筋肉も伸びてくるかなと思います 振り幅を大きくすれば大きくするほど、真ん中に戻すだけの体幹も必要になってくるので、腹筋、コアのところの筋肉もちょっと意識してみてください。<laughs> お尻をほぐし、お腹のストレッチをして、肋骨周りの筋肉もほぐしていきます。 両肩浮かないようにね、気をつけて、呼吸は自然です。<laughs> もう少し動かしていきましょう。 それでは、振り幅をちょっとずつ小さくしていきます。<laughs> 少しずつ振り幅を小さくしていき、さらに小さくしていきます。そしたら最後、真ん中で動き止めていきましょう。両腕を下げたら、お尻を持ち上げ、腰を下げていきます。 頭からお尻までがまっすぐ腰が浮きすぎないように両足を丁寧に伸ばしていきましょう両足が伸びたら脱力です優しく目を閉じ体全体の力を抜いていきます鼻の呼吸に 意識を向けていきましょうまずは今どんなふうに呼吸をしているのか観察してみてくださいそして次に 吸う息と吐く息で体のどの部分が動いて呼吸をしているのかも観察していきましょうそこにいいとか悪いとか 正しいとか正しくないっていう評価はつけず、そこにあるのは気づきだけです。今の呼吸の状態、今の体の状態に気づきを入れて、呼吸を繰り返していきましょう。<laughs> それでは、動きを止めて、最後大きく一呼吸です。自然な呼吸に戻っていきましょう。それでは、 足開いている方は閉じて、右の膝だけ曲げて、右膝と右胸近づけたら両手右足で抱えていきます。腕の重さと腕の力を借りて、右膝と右胸をぐーっと近づけてください。腕の力は借りますが、両肩はリラックス。顎は引いていきます。 股関節に少し圧迫がかかってると思うんですけれど、しっかり呼吸してください。<laughs> そしたらこの右膝を外側から内側に小さく動かしていきましょう。右膝で小さな円を描きながら股関節を動かしていきます。 右膝で小さな円を描きながら右の股関節を動かしてください。<laughs> 呼吸は自然です。 反対回し行きましょう。今度は内側から外側に小さな円を描きながら股関節を動かしていきます。右膝で小さな円を描きながら股関節を動かしてみてください。ちょっとギクシャクした動きだったりとか、 痛みがあったりとかもするかもしれないんですけれど、自分のできる範囲内で動かして、股関節のこわばり、つまりをとっていきます。<laughs> では、動きを止めて、両手を離したら右足を丁寧に伸ばしていきましょう。 まっすぐ、両足まっすぐ伸ばします。反対。左の膝を曲げて、左膝と左胸近づけたら、両手左足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んだら、腕の重さと腕の力を借りて、左膝と左胸を近づけていきましょう。ぐーっと引き寄せて、両肩力抜いてください。まずは呼吸です。 股関節に圧がかかってると思うんですけれど、しっかりと空気を入れていきましょう。そしたらこの左膝を外側から内側に小さく動かしていきます。左膝で小さな円を描き、 左の股関節を動かしていきましょう。カクカクしたりうん、動きがスムーズじゃなかったり、痛みがあったりする時もあります。あまり痛かったらね、お休み取ってください。ただ、 最初からスムーズに動けるわけではないし、股関節、座りっぱなし、立ちっぱなしでずっと固定させて固くしてしまっているので、カクカクするときもあります。痛くなければ大丈夫なので、気にせず続けていきましょう。それでは反対回しいきます。今度内側から外側へどうぞ。 左膝で小さな円を描きながら、左の股関節を動かしていきます。 それでは、動きを止めて、両手を離し、左足を丁寧に下ろしていきましょう。脱力です。そしたら、両手頭の上万歳。軽く伸びをしてから脱力しましょう。 足開いている方は閉じて、体の線まっすぐに、両膝を曲げたらお尻を持ち上げ腰を下げていきます。かかととお尻の距離が30センチぐらい間が空くようにちょっと想像の中でね、かかとの位置を決めて。そしたらこの両膝を外側に倒していきましょう。足の裏と裏を合わせて合席です。両足の力を抜く。 股関節を緩める。両方のお尻に均等に体重をかけて、お尻の硬さを取ります。両腕両肩リラックス。顎と眉間の間力入れず、鼻の呼吸に意識を向けてみてください。力を抜くことで内太ももの筋肉が伸び、股関節が緩んで、 お尻に均等に圧がかかることでお尻のマッサージで。意外と下腹部が伸びていきます。下腹部の伸びを感じながら呼吸してみてください。 それでは、少しずつ意識外の方に戻していきましょう。両腕を下げて体の横へ。足がすごく重く感じると思うんですけれど、片膝ずつ、もしくは両膝ゆっくりと閉じていきます。閉じられたら、足幅を少し広げて左右にぶらぶら倒していきましょう。 お尻や股関節周りをほぐします。真ん中で動きを止めたら足閉じて腰が浮かないように両足を伸ばして解放です。腕を下げますが手のひら上に向けて両肩はリラックス。呼吸整えていきましょう。 それでは、両膝を曲げて、両膝と両胸を近づけ、両手で両足を抱えていきましょう。まずは、膝と胸を近づけて、顎を引いて、肩と,肩と肩甲骨床の上です。背骨が出ないように背中平らにしてください。お腹に圧がかかってると思うんですけれど、しっかり呼吸しましょう。 そでは両膝を左右に小さく倒し背骨の外側にある筋肉をほぐしていきます背骨出さないようにね気をつけて背骨出ると痛いです背中はマットに対して平行膝を左右に倒しながら背骨の外側にある筋肉をほぐしていきます 真ん中で動きを止めたら腕と足を下ろしていきましょう。そしたら足を片方ずつ伸ばしていきます。体の線がまっすぐかどうか確認しましょう。大丈夫であれば右の膝を曲げて、右膝と右胸近づけたら両手は右太ももの後ろで指と指を組みます。 このまままっすぐ右足を伸ばしてみてください。なるべく膝の裏が伸びるようにぐーっと伸ばしていきます。足の裏が上に向くようにしていきましょう。かかと少し押し上げて足首曲げてあげれば足の裏真上に向くと思います。さあ、膝を緩めて かかとを下ろしていきましょう。両手離したら右足下ろし。左の膝を曲げて、左膝と左胸を近づけ、両手は左太ももの後ろで指と指を組みます。そしたら左足をまっすぐと上に向かって伸ばしましょう。なるべく膝の裏を伸ばす。左足の裏が上を向くように、かかとを上に押し上げ、足首曲げていきます。 呼吸は自然です。足首緩めて、左の膝を曲げていきましょう。両手を離して、左足を伸ばしていきます。そしたら両膝を曲げて、膝を左右にゆらゆら倒し、お尻周りをほぐしていきましょう。 体の向きを左側に倒して横向きにします。顔の前に右手を置いて、その手で体を支えながら腹筋、背筋を使い、右の膝を伸ばしながら起きると起きやすいと思います。ふう 起きれたら、あぐらの姿勢で座っていきましょう。膝をなるべく外に広げて、土台を大きくし、上半身安定させていきます。少し前屈して、両手をお尻の下に、お尻のお肉を外側にグッと広げて、座骨をしっかりとマットに下ろしてください。かかとと恥骨の間は少しスペースを空けておきましょう。両手体の前。 体を、えっと、前に倒していきましょう。おへそ縦に長く伸ばして前屈します。肘がつけられるのであれば肘をつけて、脇を広げられるのであれば脇を広げて、両肘を伸ばす。胸とマットを近づけて、おでこマットにつけられたらつけていきましょう。肩と肘を緩くして、吸う息と吐く息を一つ一つ丁寧に行っていきます。 そしたら上半身、右側に向かって移動していきましょう。右太ももと右側面のお腹を近づけるように、上半身右側に移動して、特に左手斜め右上にぐーっと伸ばしながら、体の側面伸ばしていきましょう。おでこマットの上。左胸が浮きやすいから左胸をマットの方にぐーっと近づけていきます。 それでは、上半身真ん中に戻っていきましょう。真ん中に戻れたら、この上半身、左側へ動かしていきます。左太ももと左側面のお腹を近づけて、いけるところまでいきましょう。両手は斜め左上に。特に右手は斜め左上ぐーっと伸ばし、体の側面の伸びを深めてください。 右胸が浮きやすいので右胸をマットの方にぐーっと向けていきましょうおでこマットの上呼吸は自然ですそれでは上半身真ん中に戻っていきましょう 真ん中に戻れたら両手片方ずつ顔の近くに置いて状態をゆっくりと起こしていきます起きれたら一呼吸そしたらかかとの位置変えましょう手前にあるかかとを遠く遠くにあったかかとを手前にかかととちこつの間は少しスペースを空けていきます 膝をぬるべく外に広げて、両手体の前、おへそ縦に長く伸ばしながらの前屈です。どうぞ。ゆっくりで大丈夫ですからね。肘がつけられるのであれば肘をつけて、脇が広げられるのであれば両肘を伸ばし、両胸下げられるのであれば両胸を下げて、おでこマットの上で脱力です。 ゆっくり呼吸しましょう。そしたら上半身、右側へ移動していきます。右太ももと、右側面のお腹を近づけていきます。いけるところまで。 両手は斜め右上に伸ばしていきますが特に左手を斜め右上遠くに伸ばしていきましょう左胸が浮きやすいので左胸をマットの方に向けていきますそれでは両手 一歩ずつ真ん中へ移動しましょう。そしたら今度上半身、左側に動かしていきます。左太ももと左側面のお腹を近づけていき、いけるところまで。両手は斜め、左上に伸ばしていきますが、特に右腕を左、斜め上に伸ばしてみてください。おでこマットにつけられたらつけていきましょう。 右胸が受けやすいので、右胸はマットの方にぐーっと近づけていきます。あとは自然呼吸です。それでは、両手片方ずつ真ん中に移動しましょう。真ん中に戻れたら両手片方ずつ顔の近くに置いて、 状態をゆっくりと起こしていきます。起きれたら最後、顔が正面、一呼吸です。呼吸整えていきましょう。それでは、ゆっくりと目を開いていきましょう。 両足を伸ばして長座になります。足をしっかりと揃えて伸ばしてください。そしたら右の膝を曲げて、右足の甲を寝かせて、右足のかかとが右のお尻の隣に来るようにしてください。そしたら右膝まっすぐ正面向いているか確認です。大丈夫であれば両手をお尻の後ろへ。 4本の指先を後ろに向けて上半身をゆっくりと後ろに倒していきます右膝が浮かないように気をつけていきましょうこのまま少しじんわり太ももの前を伸ばしていきます なるべく膝がね、浮かないようにしていきましょう。さらにいける方は、肩の前を広げて、片肘ずつマットの上に置いていきます。で、顎を引いていきますけれども、これだと結構、首の筋肉を鍛えていくので、首が弱い方はできません。 両手のひらをマットの上に置くっていう形に戻ってください。で、さらに、いけるのであれば、肘を外に広げて、背中をマットにゆっくりと下ろし、両手は頭の上万歳です。肘と肘をつかんでもいいし、つかまず自然に万歳状態でも大丈夫です。右膝が広がらないように、 右膝が浮かないように背中を倒していきます。前太ももから付け根、付け根から下腹部、下腹部から肋骨周りの筋肉を伸ばしていきましょう。ただ無理して伸ばす必要はないから、両手のひらをマットの上に置くか、肘をつけるのだとちょっと 長時間はできないですね。首の筋肉ちょっと結構使うから。だから手のひらマットの上に置くか、背中を倒してこの状態で伸ばすか。自分の体に合った伸ばし方が絶対あるから、それを自分で選んで実践してみてください。なんかこの、 自分で何々したいっていう気持ちって2種類あると思うんですけど、例えばの頭で考えて何々したいって思う場合と、自分の心の底からの願いだったり思いだったり、心の底から何々したいって思うこと、2種類あると思います。 自分の心の底から何々したいっていう方を選んでください。頭で考える時って後先考えたりとか、周りと比較してしまったりとか、自分にもできるはずだって思い込んでしまったりとか、そういうふうに考えて体に無理をかけて実際にね、なんかこう、どっか痛い思いをして怪我しちゃったりとかするかもしれないから、自分の体の状態を見ながら、 自分の体に合った正しい伸ばし方を選んでいきましょう。みんなそれぞれ違います。で、ちょっとずつ伸びてきたから、じゃあ背中をマットに下ろそうかっていうタイミングも来るかもしれないです。自分の体の感覚に集中しながら伸ばす強度を決めてください。 それでは、背中を倒している方は両腕を下げていきましょう。両手をマットの上についている方は、顎を引いて、ちょっと腹筋背筋使いながら上体を起こしてください。背中マットについている方は、今腕下げていると思います。体の向きを、右腕を左遠くに伸ばしながら、体の向きを左側に倒してみてください。ゆっくり。 そうすると右のお尻が浮いてくるので、右の膝を伸ばし、両膝を軽く曲げたら、体を支えて状態を起こしていきます。起きれたら、両足を伸ばして調査になりましょう。反対いきます。今度は左の膝を曲げて、左足の甲を寝かせて、マットの上。左足のかかと、左のお尻の隣に置いてください。 そしたら左膝まっすぐ正面向いているか確認しましょう。大丈夫であれば両手をお尻の後ろへ4本指先を後ろに向けて手のひらマットの上です。左膝が浮かないように両手の位置を一歩ずつ後ろに引いていきます。いけるところまでいったらじんわーり伸ばしていきましょう。 肩の前を広げないと両手の位置がなかなか後ろに倒せないかもしれないです。<laughs> 左膝が開かないように、左膝が浮かないようにしていきます。で、今じんわーり伸ばしていますからね、そんなに強度強くないと思うんですけど、どうでしょう そしたら、さらに伸ばせる方は、両肩を広げて、片肘ずつマットの上に置いてください。顎を引きます。で、この状態で、ちょっと太ももしんどいなってなったら、両手のひらをマットの上につけて、状態軽く起こしてください。もう少し伸ばせるかもっていう方は、両肘を外側に広げて、背中をゆっくりとマットの上に下ろし、 で頭が最後、床の上。両手頭の上、万歳。このまま万歳でもいいし、肘を曲げてもいいです。前太ももと付け根と下腹部と肋骨周りの筋肉を伸ばしていきましょう。<laughs> 呼吸は自然です。で無理がないところで、 伸びを深めてください。なんか縮んで硬くなっている筋肉ですので、ゆっくり時間かけて伸ばしていきましょう。 それでは、両手の平をマットの上についている方は、顎を引いて、腹筋と背筋を使いながら、両手を一歩ずつ、お尻の方に向けて近づけてみてください。上体を起こしていきましょう。背中マットの上に下ろしている方は、両手を離して、左腕を右側遠くに伸ばしてください。体の向きを、 右側に倒していきます、ゆっくり。そうすると左のお尻が持ち上がるので、左膝を伸ばして、両膝を軽く曲げたら体を支えて、状態を起こしていきましょう。起きれたら一呼吸です。両足を伸ばして長座に。足幅をまッた幅ほど広げたら、両手お尻の後ろ、4本の指先後ろに向けたら、 太ももの付け根を内側と外側に動かして、つま先、膝のお皿がブラブラ左右に動いていきます。太ももの付け根を動かして、つま先と膝のお皿をブラブラ動かしていきましょう。そしたら動きを止めて、上体を起こし、両膝を曲げていきます。 両手体の前にお尻を持ち上げたら四つん這いになりましょう。両膝を閉じていきます。そしたら、両足の親指同士をくっつけてかかとを開き、かかとの間にお尻を置いて座っていきましょう。両手太ももの上です。優しく目を閉じ。呼吸整えてください。<laughs> バジュラーサナ正座のポーズです。それでは、ゆっくりと目を開いていきましょう。そしたら皆さん、両肘を掴んでください。腕じゃなくて肘です。両肘を掴んだら、お腹の前に持ってきます。そしたら今から、 肩と肩甲骨を動かしていくんですけれど、背筋も使っていきますし、体の表側の筋肉も使っていきます。じゃあ、やってみましょう。そしたら、この両肘を体の前に持ってきてください。二の腕とマットが平行です。ここまでは普通です。ここから先は背筋を縮めて、体の表側の筋肉を伸ばしていく。 背中の筋肉を縮めてお腹の筋肉を伸ばす背中の筋肉を縮めてお腹の筋肉を伸ばしながら腕を頭の上に息を吸いながら肋骨を広げて二の腕の間を頭がくぐりますいけたら耳の後ろに二の腕吐きながら両腕を下げていきましょう背中を緩めていきます もう一回行ってみますね。そしたらまずは、両腕を上に上げる。床に対して、腕が平行。そしたら背中の筋肉を縮めて、表の筋肉を伸ばす。もう一回行きます。背中を緩めて、背中の筋肉を縮めて、表の筋肉を伸ばす。息を吸いながら、両腕を頭の上。 肋骨の間が広がり、二の腕の間のトンネル頭がくぐります。行けたら耳の後ろに二の腕です。息を吐いて腕を下げていきましょう。何回か繰り返していきますね。そしたら皆さん、肘と肘を掴んでお腹の前に持ってきます。 そしたらまずはこの腕を上に上げていく床に対して二の腕が,、えっと、の腕が平行そしたら背中の筋肉を縮めてもういつも伸びきっちゃってる背中の筋肉を縮める縮みきっている表の筋肉を伸ばす息を吸いながら両腕を頭の上肋骨と肋骨の間を広げて脇を伸ばし二の腕を伸ばしながら 耳の後ろに行けたら二の腕です。肩甲骨は寄せていきます。吐く息で腕を下げ背中を緩めていきましょう。腕は上げますけど肩上げないでください。もう一回。両腕を上に上げて床に対して二の腕が平行。背中の筋肉を縮める。表の筋肉を伸ばす。 息を吸いながら、両腕を頭の上、肋骨の間を広げながら、肋骨広げて脇を伸ばして二の腕伸ばし、腕の間のトンネルを頭がくぐります。肩甲骨同士を寄せて、胸を開く。吐いて両腕下げていきましょう。あと一回。両腕を上に上げる。 床に対して、平行。背中の筋肉を縮めて、表の筋肉を伸ばす。息を吸いながら両手を頭の上に、脇を広げて、二の腕広げて、耳の後ろに行けたら二の腕、肩甲骨同士は寄せていきます。吐いて、腕を下げていきましょう。 そしたら両手を下ろして、お尻を持ち上げ、四つん這いに足を片方ずつ伸ばして、うつ伏せになります。お腹ゆっくりとマットの上に置き、腕を下げますが、手のひら上に向けて、顔の向きどちらか横どうぞ。呼吸整えていきましょう。 それでは、両手を胸の隣に脇を締めてください。頭を上げて正面、両手でマットをしてすぐ腹筋、お腹を持ち上げます。お尻を後ろ遠くに引いていきましょう。かかととお尻をくっつけて、太ももの上にお腹を乗っけて、肩肘を緩めて脱力。先ほど使った背中を今度伸ばしていきます。 呼吸は自然です。そしたら、顎を引いて、背中を丸めながら上半身ゆっくり起こしていきましょう。最後、顔が正面で大きく一呼吸です。はあ お尻を持ち上げて、膝を1、2歩前に歩かせたら、足をクロスした形で座り、お尻を足の向こう側に下ろしてください。膝をなるべく外に広げて、両手が膝の上、優しく目を閉じたら少し呼吸を整えましょう。それでは、 両腕をお尻の隣に下ろしまーす。両手の指先、下から肩の上。両肘をマットの方に向けていきましょう。肩と肩甲骨を動かしていきます。さっきの動きのね、応用になりますので、一緒にやってみましょう。まずは両肘を内側に入れて、背中を丸めていきます。 両肘内側から回し上げて背中の筋肉を縮めて両肘を頭の上上で伸びます肩甲骨寄せて両肘を外側から回し下ろしていく両肘内側から回し上げて息を吸いながら肘頭の上頭の上で伸びる 肩甲骨寄せて、吐いて両肘背中側から回し下ろす。肩と肩甲骨を動かしていくんですけど、背中やお,のお腹の筋肉も使っていきます。両肘頭の上でぐーっと伸びる。肩甲骨寄せて、吐きながら両肘外側から回し下ろす。吸って両肘内側から回し上げて、 頭の上でぐーっと伸びる。吐いて両肘外側から回し下ろせ。横から見るとわかるように背中やお腹の筋肉も使っていきます。吸い息で両肘頭の上、頭の上でぐーっと伸びる。吐いて両肘背中側から回し下ろせ。吸って両肘内側から回し上げて、 頭の上でぐーっと伸びる。吐いて両肘背中側から回し下ろす。肩上げないように気をつけてください。吸って両肘内側から回し上げて、頭の上でぐーっと伸びる。吐いて両肘背中側から回し下ろす。最後一回。吸い気で両肘内側から回し上げて、頭の上でぐーっと伸びる。 吐いて両肘背中側から回し下ろす。反対回ししましょう。吸い気で両肘外側から回し上げて肩甲骨寄せてお腹を伸ばしながら回し上げます。上で伸びる。吐いて両肘内側から回し下ろす。背中の筋肉を伸ばします。吸って両肘外側から回し上げて頭の上でぐーっと伸びる。吐いて両肘内側から回し下ろす。 吸って両肘外側から回し上げて頭の上でぐーっと伸びる。吐いて両肘内側から回し下ろせ。皆さんのペースでしっかりと確認しながら動いてみてください。背中の筋肉をすごい使っていくし、体の表側の筋肉をすごく伸ばしながら動かしていきません。 で、そこがなかなか動かないのであれば、やっぱ背中の筋肉が動かないってことは、代謝もやっぱり落ちてきますよね。で、お腹の筋肉が伸びないのであれば、内臓の位置が重力によって下に下がっている可能性は高いです。 で、内臓の位置が下がっていくと、太ももの付け根に圧がぐーってかかっていくわけだから、下半身のむくみとか冷えにつながるし、子宮周りの筋肉、子宮周りの血液の流れも滞りやすくなってくるわけだから、お腹が冷えたりとか、生理痛とか生理不順とかホルモンバランスの乱れというのは起こりやすくなるっていうふうに考えられると思います。あとは、 腰が痛いっていう症状も、例えばお尻が硬くなって血流が悪くなって腰が冷えるからそれが痛みにつながるっていう場合もあるし、本当に滑り症とかヘルニアとか病院に行かなくてはいけない痛みだってあるわけですよね。で、もう一つは臓器が重力によって下に下がっていくので、その下がった臓器が神経を圧迫してそれが痛みにつながるっていう場合もあります。 痛みって様々ですからね自分の体がどういうふうに痛いのかっていうのはまず自分で探さないと自分の体のことって意外と自分自身は知らなかったりとかするだから病院に行くにしても誰か専門家に診てもらうにしてもやっぱ早い方がいいですよね こういう実践の中で自分の体に意識を向けながらいろんなところに気づきを入れてください。肩関節だけ動かそうとすると怪我をします。実際には体のいろんなところを動かしながら一つの動きが出来上がっていくわけだから、体を使いこなしていくっていうのはすごく難しいです。両肘が下がりましたら動きを止めて、両手は膝の上、 優しく目を閉じて呼吸を整えていきましょう。それでは、鼻から息を吸って背筋を伸ばしおへそを縦に長く伸ばしてください。次の吐く息で頭を右に倒します。首から上の動きです。吸う息で頭真ん中。吐きながら頭左に倒していきましょう。 吸い気で真ん中に戻って吐きながら頭を右に倒します吸って真ん中吐いて左吸って真ん中吐いて右吸って真ん中 吐いて左。吸って真ん中。吐いて右。吸って真ん中。吐いて左。体を左右に揺らさない。首から上の動きです。吸って真ん中。吐いて右。 吸って真ん中、吐いて左。吸って真ん中、吐いて頭を下に下げていきましょう。吸い息で頭、右側から回し上げて、ゆっくりと。喉元もできたら伸ばします。吐いて頭、左側から回し下ろす、ゆっくりと。 吸って頭、右側から回し上げてゆっくりと。吐いて頭、左側から回し下ろす、ゆっくりと。吸って頭、右側から回し上げてゆっくり。吐いて頭、左側から回し下ろす、ゆっくりと。 頭が下がりましたら反対行きましょう。吸い気で頭、左側から回し上げて、ゆっくりと。喉元もできたら伸ばしましょう。吐いて頭、右側から回し下ろす、ゆっくりと。吸って、左側から上。吐いて、右側から下。 吸って左側から上。吐いて右側から下。頭が下がりましたら動きを止めて、息を吸いながら顔を正面に。息を吐きましょう。ゆっくりと目を開いてください。 両足を伸ばして座になります背中をゆっくりとマットの上に下ろして両手頭の上バンザイ息を吸いながらおへそ縦に長く伸ばしましょうストレッチです吐いて脱力もう一度いきます吸い息で 両腕頭の上、おへそ縦に長ーく伸ばしていきましょう吐いて脱力腕は上げますが肩上げないでくださいねもう一度吸い息で伸びます腕は上げますが肩上げないおへそ縦に長ーく伸ばす 相手脱力。最後もう一つ。吸い気で両手頭の上。気持ちよく伸びましょう。相手脱力。両腕を下げていきます。そしたら今、 おへそと胸の距離がぐーっと広がったので、ここからねじりの動きを加えて、腹筋も鍛えていきますけれども、内臓のマッサージを行っていきます。では、両膝を曲げていきましょう。足を閉じてください。気持ち肩を下げて両手を横に広げる。手のひらをマットの上に、もしくは床の方向に向けてください。肩と二の腕と肘は脱力です。手のひらは、 床の方に向けていますが、これはバランスを取るために向けているのであって、力を入れるために向けているわけではないです。肩、腕、肘、脱力状態。使っていくのは腹筋です。では行きましょう。足閉じて、膝と胸を近づけていく。そしたら、両膝と右の二の腕を近づけながら、右側に足を倒していきます。顔の向きは左。 太もも離さずにしっかりと倒しましょう。膝と胸を近づけ、顔と膝が真ん中。次の吐く息で両膝と左の二の腕を近づけながら両足を倒し、顔の向きは右です。膝と胸を近づけながら膝と顔の向きを真ん中に戻せ。息を吐きながら両膝右、顔は左ねじります。 膝とを二の腕近づけてください。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。足を離さないようにする。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。両肩は力抜く。吸って真ん中。 吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。膝と二の腕引き寄せる。吸って真ん中。吐いてねじる。吸って真ん中。吐いてねじる。しっかり引き寄せてください。下腹部使ってます。吸って真ん中。吐いてねじる。 吸って真ん中、吐いてねじる。足を開かない。吸って真ん中、吐いてねじる。あと一回ずつ。吸って真ん中、最後、吐いてねじる。吸って真ん中、吐いて腕下げて、膝を曲げた状態でお休みしてください。数回呼吸しまーす。 お腹が落ち着いたら両手頭の上万歳して、足を片方ずつ伸ばしてお、おへそ縦長にぐいっと伸ばしてみてください。はい、手脱力。もう一度、吸って伸びる。はい、手脱力。 最後も一つ吸って伸びる吐いて脱力です腕を下げますが手のひら上に向けて腰が浮かないように一旦両膝曲げてお尻持ち上げ腰下げましょう足を片方ずつ伸ばして脱力です 優しく目を閉じ、体全体の力を抜いていきましょう。両足の指先、足首、膝、股関節、脱力。両方のお尻に均等に体重をかけて、お尻の硬さを取ります。両手の指先、手首、肘、肩周り、リラックス。胸と背中の緊張を取り、首の緊張も取ってください。顔の筋肉を緩め。 特に顎と眉間の間力抜く。鼻の呼吸に意識を向けていきます。 それでは、少しずつ意識を外の方に戻していきましょう。足先と指先を軽く、握る、開く、握る、開く、感覚を取り戻していきます。動きを止めて、一呼吸です。 両膝を曲げて膝を左右に小さく倒しお尻や腰周りの筋肉をほぐしていきます体を右側に倒して横向きにしましょう体を支えて上体をゆっくりと起こしていきます 起き入れたら、あぐらの姿勢で座っていきましょう。膝をなるべく外側に広げて、土台を大きくし、上半身安定させます。両手膝の上に置いて、優しく目を閉じていきましょう。呼吸を整えていきます。 それでは、両手、胸の真ん中に合わせて合唱です。皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。下腹部がポコンって出てるってなると、誰もが筋トレかなとか、ちょっと腹筋鍛えようかなとか、ちょっと強度の高い運動をしようかっていうふうに思うと思うんですけれども、 ヨガの実践もそうなんですが、ヨガの実践って主要な動きって整った肉体を扱っていきます。歪んだ肉体のまんま実践するから痛みになるし怪我になるし、全然できないっていうことだってね、きっとあると思います。そうなってくると体も痛んでくるし、心だって折れていくわけじゃないですか。何をするにしても、体を整えてから実践するっていうのは大事なことだと思います。 なので、あの、下腹部がポコンって出ている原因も筋力ではないし、代謝だけではないと思います。姿勢の悪さから臓器が下に下がっている。この下がっている臓器を正常な位置に戻すだけで下腹部のポコンっていうのはなくなってくるかもしれないし、姿勢を正すだけの筋力がない。それは腹筋だけではなくて背筋もつけないといけないのかもしれない。 もしくは気持ちが沈んでいるから自然と顔の向きが下向きになってしまう。だったら、じゃあこの気持ちをもうちょっとこう高めるためにはどういうアプローチをしていこうかとか、例えば、こう 仲のいいい友達とおしししゃべりをするるだけでもも救われるかもしれかないし自分だけの時間を確保するっていう自分と二人きりになる時間を作ることによってこの気持ちは救われるかもしれないしもしかしたら美味しいものを食べるだけでもこの気持ちは救われるかもしれないどこにアプローチをするっていうのは自分の体と心と向き合っていく時間を作ってあげないとなかなかできないと思います単純に腹筋をつければいい代謝を上げれば そうではないと思いますもっと奥深いところの何かとつながっていくための時間っていうのはすごく大事なんじゃないかなって思いますヨガはそういうあの目に見えない ストーリーものをすっごく大事にしている学問になりますので、体だけを動かすとか、ポーズだけを上手に撮るとか、綺麗に撮るとか、そんなことではない。そんなことはどうでもよくて、もっともっと他に大切なものがあるはずですので、そういう大切な部分とぜひつながってみてください。この時間が皆さんの大切な何かに気づくための時間であったらとても嬉しいなと思います。 この後もどうか素敵な時間をお過ごしください。そんな願いを込めて、ナマステ